さあ始まりました。勝手に WJBL ニュース。今回は12月2日から行われていた大学バスケの日本一を争う大会、第75回全日本大学バスケットボール選手権大会について話していこうと思います。今回の大会、女子は12月2日から10日まで行われ、大学バスケットの頂点を争いました。それではまずベスト8以降のトーナメント表を見ていきたいと思います。今大会も激戦が多く、グループステージでは延長戦にもつれ込む試合もありましたし、トーナメントに入ってからも激戦が多く、ベスト8をかけた試合でも、松蔭大学、山梨学院大学、専修大学はシードチーム相手に前半は互角以上の戦いを見せていました。この試合が初戦となったシードチームは、初戦ということもあったと思いますが、難しい戦いをしていたと思います。それでも、下馬評で評価が高かったチームは、しっかりと勝ち上がってきたベスト8だったと思います。インカレならではといえる激しい戦いも多く、ベスト8までにも多くのドラマがありました。それでは、8日以降の試合の結果を見ていきたいと思います。8日に行われた準々決勝、まず、白鴎大学対筑波大学の対戦は、第1クォーターは白鴎大学がリードも、筑波大学が追い上げ、第2クォーター序盤に筑波大学が逆転すると、その後、白鴎大学が逆転し返し、接戦で展開。しかし、第3クォーター白鴎大学が突き放し、第4クォーター序盤からリードを広げた白鴎大学が、終盤追い上げる筑波大学を振り切って、80対68で白鴎大学が勝利、ベスト4を決めました。筑波大学としては、リーグ戦よりディフェンスを激しく守り、リーグ戦のように前半で突き放されることなく我慢して戦っていました。それでも後半は相手の天香選手に苦労し、徐々に突き放されて終盤追い上げるも敗れる結果となりました。結果としてはベスト8で姿を消すことになりましたが、第4クォーターは今まで支えていた4年生が活躍していて、最後まで諦めないプレーを見せてくれていました。筑波大学は今シーズンの春のトーナメントでは、キャプテンの田中選手が怪我で出られず、秋のリーグ戦では朝比奈選手が日本代表で不在の時期があるなど、主力が抜けて戦ったシーズンでもあり、難しいやりくりをしながら戦った1年でした。それでも全員でカバーして戦ったことで力をつけてきた面もあると思います。各学年に主力選手がいるように、各学年に力のある選手がいます。間違いなく来年も強いチームになると思いますし、今年の経験は間違いなく来年に生きてくると思います。来年はどんなチームになってくるのか注目です。続いて、早稲田大学対拓殖大学の対戦は、激しく得点を取り合う展開になり、拓殖大学がリードも、早稲田大学が追いつく展開で、前半は同点。第3クォーターに拓殖大学がリードし、突き放すも、第4クォーター早稲田大学が追い上げ逆転し、優位に展開しましたが、残り約15秒のところで、拓殖大学が逆転し、リードを広げた拓殖大学が96対101で勝利、拓殖大学がベスト4を決めました。早稲田としては、やや選手がメンバー外になった大会でしたが、今大会はスモールラインナップで戦って、持ち味でもある攻撃力を前面に出したバスケットで戦いました。この試合では相手のオールコートでの激しいディフェンスに苦しみ、なかなかリズムをつかめず我慢の戦いが続きましたが、それでも第4クォーターに逆転に成功し、勝利目前まで行きましたが、敗れる結果となりました。今年は少し苦しんだシーズンで、春のトーナメント、秋のリーグ戦と波があった印象ですが、徐々に状態を上げてきて、インカレを迎えて持ち味の攻撃バスケを展開。この試合、敗れはしたものの、我慢し続け、第4クォーターに逆転した姿は本当に素晴らしかったです。ベスト8で大会を終えましたが、早稲田らしさを見せていた大会でした。1年生の時から主力として戦ってきた江村選手、江頭選手、中野選手などがラストとなる来年、持ち味の攻撃バスケで、早稲田復活となるのか、注目です。続いて、愛知学生大学対日本経済大学の対戦は、第1クォーターから日本経済大学がリードして展開。第2クォーターに愛知学生大学が追い上げ、逆転も、その後日本経済大学が逆転し返し、第3クォーター終盤に突き放した日本経済大学に対して、第4クォーター中盤に愛知学生大学が追いつきましたが、終盤突き放した日本経済大学が53対64で勝利。西日本学生バスケットボール選手権大会のリベンジに成功した日本経済大学が初のベスト4となりました。
愛知学生としてはインサイドがファールトラブルになりましたし、相手の網田選手の高さを意識してシュート精度が下がっていて、結果として得点が伸びず勝利とはいきませんでした。愛知学生大学はスタートで出る選手に180センチ台の選手がいない小さいチームですが、それでも全国で戦えることを証明しているチーム。今回はベスト8で大会を終えましたが、高さのないチームの手本になるようなチームだと思います。今年は西日本学生バスケットボール選手権大会で留学生のいるチーム相手にもしっかりと勝ち切り優勝。昨年のインカレ以上の結果を目指していたと思いますが、その目標には届きませんでした。下級生も活躍を見せていますし、毎年いいチームを木村監督は作ってきます。来年も愛知学生らしいチームで頂点を目指してくると思います。続いて日本体育大学対東京医療保健大学の対戦は、接戦の序盤も第1クォーター後半に一気にリードを広げた東京医療保健大学が優位に展開。日本体育大学も反撃する時間帯はありましたが、優位に展開し続けた東京医療保健大学が55対82で勝利、ベスト4を決めました。日本体育大学としては第1クォーターの後半が結果としては痛かった試合で、その後も東京医療の強度の高いディフェンスに苦しんだ試合でした。個人的には今年の日本体育大学はここ数年の中で一番可能性のあるチームだったと感じていて、リーグ戦では波はあったものの、ハマった時の強さは素晴らしいチームでした。4年生の小野寺選手の活躍は素晴らしかったですが、宮代選手が今シーズン伸びてきて素晴らしい活躍を見せていましたし、昨年まで主力じゃなかった選手が活躍したチームで、新たな日本体育大学を見せていたと思います。4年生が少ないメンバー構成となっていたので、新チームは今年の経験が生きてくると思いますし、またいいチームになってインカレに帰ってくると思います。続いて9日に行われた準決勝、白鴎大学対拓殖大学の対戦は、第1クォーター中盤からリードを広げた白鴎大学がその後も優位に展開。拓殖大学も粘って戦いましたが、第4クォーター終盤に突き放した白鴎大学が粘る拓殖大学を振り切って73対54で白鴎大学が勝利、白鴎大学が決勝へと駒を進めました。続いて行われた日本経済大学対東京医療保健大学の対戦は、日本経済大学が序盤リードしましたが、東京医療保健大学が第1クォーター後半に逆転しリードを広げる展開。日本経済大学も粘ってついていき、第2クォーター後半追い上げ、後半東京医療保健大学が再びリードを広げるも、日本経済大学も粘って追い上げる激しい展開になりましたが、第4クォーター後半に突き放した東京医療保健大学が53対65で勝利、東京医療保健大学が決勝へと駒を進めました。続いて10日に行われた拓殖大学対日本経済大学の3位決定戦は、第1クォーターから拓殖大学が優位に展開。日本経済大学も粘りましたが、第4クォーターに突き放した拓殖大学が91対64で勝利、拓殖大学が3位となりました。今年の拓殖大学は少し波はありましたが、能力の高さを見せたチームでもありました。エキシビションとはいえ白鴎大学に勝利したり、皇后杯の予選では東京医療保健大学に勝利したりと強さを見せた年で、タイムシェアを積極的に行い、特にガード陣を多く起用、今大会多く見せていたオールコートでの激しいディフェンスも印象に残っています。4年生の加納選手の活躍も素晴らしかったですし、下級生が多く活躍していたチームで、間違いなく来年も注目を集めるチームになると思いますし、ここ数年インカレでは結果が出ていませんでしたが、今回3位に入り復活に近づいていることを印象付けた大会だったと思います。日本経済大学は相手のオールコートでのプレッシャーに対してミスをするなど、なかなか自分たちのリズムで戦えず4位で大会を終えましたが、今大会で最も成長したチームという印象で、若いチームなだけに勢いもありました。準々決勝で西日本で敗れていた愛知学生に勝利し、準決勝の東京医療との対戦も最後まで素晴らしい戦いを見せていました。2019年のチームがこれまでで一番強かったと個人的には思っていましたが、今年のチームは日本経済大学に新たな歴史を刻みました。1年生で試合に出ている選手も多く、非常に若いチームでもあるので、これからが非常に楽しみですし、九州勢の意地を見せた大会でもあったと思います。そして10日に行われた決勝戦の白鴎大学対
東京医療保険大学の対戦は、第1クォーターから白鴎大学が優位に展開。第2クォーターは東京医療保険大学が追い上げる展開も、白鴎大学がリードし続けました。第3クォーター前半に東京医療保険大学が同点に追いつきましたが、その後白鴎大学がリードを広げ、第4クォーターでも東京医療保険大学が追い上げる時間帯はありましたが、再びリードを広げた白鴎大学が79対69で勝利。白鴎大学が7年ぶり2回目の優勝となりました。白鴎大学は序盤からインサイドを得点を重ね、流れに乗るとその後も攻守ともに強度を高く戦い、追いつかれても逆転を許さず、勝負どころで逆に突き放して勝利できました。今年の白鴎大学は攻撃力はもちろんですが、ディフェンスを激しく守るチームで、その面は秋のリーグ戦でも見せていました。今年は春のトーナメントで優勝し、秋のリーグ戦も優勝と、しっかりと結果を残してきたチームで、インカレでも力を発揮。昨年のインカレでは調子が上がらず、不完全燃焼だったと思いますが、今大会はしっかりと大会に合わせてきていたと思います。今まで優勝を目前に悔しさを味わってきたチームなだけに、大会にかける思いは強かったと思いますし、悔しさを味わってきた OG の分も力を発揮して、7年ぶり2回目の優勝。東京医療というライバルの存在があったからこそ、力をつけてきた面もあると思いますし、再び追われる立場になりますが、来年も素晴らしいチームになってインカレに帰ってくると思います。東京医療保健大学は、準決勝同様にインサイドのファールがかさむ展開になって苦しい展開の中、一度は同点に追いつきましたが、全体としては相手ペースだったと思います。池松選手が負傷交代するなど苦しい試合となりましたし、何度も追い上げましたが、勝利とはいきませんでした。池松選手の怪我は心配な面で、本人としても複雑な感情があると思いますが、一日も早い回復を願っています。今年のチームは1年生の時からインカレで主力として優勝を経験しているメンバーが多く、常に注目されてきたチームだと思います。ですが春のトーナメント、秋のリーグ戦と共に2位で終わり、迎えた今回のインカレ。結果としては準優勝に終わりましたが、今の4年生の世代がいたからこそ、これまでの6連覇があったと思います。勝ち続けることの難しさを知っているチームですし、今回の負けがさらにこのチームを強くすると思います。主力選手の多くが卒業となるので、新チームはどんなチームになるのか注目されます。ですが、間違いなく来年も大学バスケを引っ張るチームになると思います。今回のインカレは下馬評以上に激しい戦いになる試合が多く、インカレならではのドラマも多かったと思います。延長戦になる試合もありましたし、最後の最後までわからない試合も多く、見る側にとっても熱くなる大会だったと思います。そんな大会、要所ではどの大学も4年生の活躍が素晴らしく、集大成とも言える大会で躍動していました。4年生の皆さんはこれで大学バスケを終えますが、本当にお疲れ様でした。最後に今大会の個人賞は次のようになっています。今回のインカレは白鴎大学の7年ぶり2回目の優勝で幕を閉じましたが、4年生はこれで大学バスケを卒業することになります。ダブルリーグに行く選手、社会人のチームへ行く選手、大学でバスケットを卒業する選手と様々な今後があると思いますが、今後の活躍を願っています。白鴎大学と東京医療は主力の多くが4年生ということで、来年は違ったチームになってきます。来年も2強の時代が続くのか、それとも他の大学が頂点に立つのか、3年生以下の選手にとっては、ある意味ではここからがスタートです。力を出し切った選手、出し切れなかった選手、様々だと思いますが、パワーアップして帰ってくると思います。終わったばかりではありますが、来年も今から楽しみです。インカレをきっかけに、大学バスケにも注目していただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺りで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。